するしない。どうも、ひなさいこです。今回もドラマシギャンブルタク打っていきます。7回戦目。ポイント伸ばせるか。トップ取らないとほぼ伸びないんでね。トップ取りたい。トップ3枚いきますよ。ここまでの成績が1-1、2-2、2-2ということで4連続2着。うん、ポイント増えないこれじゃあ。さあ今回はどんな戦いになるんでしょうか。もうメンバーが集まりました。やっていきましょう。ギャンブルタクよろしくお願いします。すごいレトロ、やっぱりかわいい。玉取りはぁ、玉の奪い合いだよ。よろしくお願いします。玉を取り合ってなんでんだよ。ドラマ三蔵、はい、みなさんよろしくお願いします。ドラ三蔵、あ、いいんじゃない。ドラ三蔵あるけど、奥はすっごい、どうしよう。一体どんな戦いとなるのでしょうか。ドリーマーはピンズだよね。こっち現実派。本一見てないんですよ単品とかでもいいかなみたいな。ドラ1なんですけど。一番最初に仕掛けるのは誰か。ひなた、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。あー、初来たね。ひなた、波が来ている。いい、おお、ここでリーチ。プレイヤー行くのかな。果たしてここをしのげるのか。しのげる自信ありませんけど。ハイパイとはえらい違いですよね。ニシャンテン、ニシャンテンに戻りました。これは下茶の現物ですよね。あー、もうみんな打つの早いよ。おーい、持ってない当たり牌。軽快なつま上がり。2ピンと9ピンのジャンポン。リズムぐらい1、裏が乗るか。乗ったよ、3つ。裏さんって跳ね番になっちゃうよ。なっちゃったよ。はい、かしこまりました。あ、親ですから親かぶりですね。はい、2曲ドラマ次赤が2枚ずつ。シャーチャです。もう気にしていられないからね。次こっち。現在のトップは下茶です。まだまだトップも狙える位置ですよね。ハクドイツで、ここどう打ち回していくのでしょうか。ハクドライチ、仕掛けもありかな。これで一歩前進。ここさあ、この前に日向で切ります。いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。これは嬉しいんじゃない。赤ドラで、まあ、赤が入ってるだと結構次のね、5とか来た時に簡単に満貫になるんですよね。泣きもさ、満貫の変化がこれだけ多いとありだなって思える。おっと、ここでリーチ。プレイヤー行くのかな。リーチを2射取ってた。あー、しまちゃん、これは痛い。ほら、もう上がっちゃったんだ。一発、赤ドラ。リーチ、一発。全然の横移動。一人置いていかれる形になってきました。トン三局、ここ大事よ。トイメンさんはね、弾取り合ってる相手だから。最初に奪い合い。ハイパイはどうでしょうか。これは気分が楽になります。一体どんな結末となるのでしょうか。これ染めたくなるね。これシャー来ないかな。つもぎりが続きます。さあでもいいし、ちょっとピンズ引いた時に。ここはスルー。序盤から手が進まない。うんね、単純つもぎりだけど、もうこんなのよくあるから気にしない。ここはドラを持ってきた。じゃあいいか、じゃあいいか、もういいか。泣こう、泣こう。いただきますしよう。シャア切る。ひなた、これでリアンシャンテンです。ここからが腕の見せ所ですよね。カツがまだ1枚あるね。どれも泣きます。ウーピン、いやーウーピン2枚使いたいです。有利な街にしたいですよね。有利な街ってどれですかね。カツ出たらポンして。重苦しい場になっています。雀荘がない。じゃあこうだ。あ、いいじゃない、この変化。想像薄かったんですよ。天杯させてください。はいはい、ピンズが見えといたんですね。シャン安杯です。ポン、
ここでリーチ。プレイヤーどうするんだろう。クッションクッションクッション。ああ止められました。軽快なつま上がり。レンチャンですよ。レンチャン。何あ、役ない形で頑張ってたんだ。そうだ、変化あるもんね。いやー自分も大物手だったからちょっとショック。一本場ドラマ9万プレイヤーはなんちゃです。私なんちゃ。現在のトップは止めよう。ここは最初じゃない。トップ目からの直撃を狙いたいですね。直撃狙いたいけどそうやってられなくないですか。ピンズでいきます。あ今回しもちゃんドラさんもんだって。いやだよ怖いよ。ひなたこれでリアンシャン点です。さあこの範囲に反応するか。でもさちょっと待って。さあ自分ここも我慢。自分を一度見つめ直す時間が欲しいんだけど。え待って待って、これ正解は何。ハツ切っていいのかな。つもぎりが続きます。しもっちゃさんの役何。各ちゃん相手の出方を伺っているのか悩んでらっしゃるね。ひなたあっという間にインシャンテン。ストレートに引けるかな。イーピン切り回りだったか。あ違うイーピンじゃない、シャーか。シャー切り回りだったか。ヤンピンが1枚場に気に入っ。ひなたここは仕掛けるか。ここでも仕掛けない。ちょっとね、スーピンは嫌ですね。こうしよう。トイメン、ドラが被ってしまった。あ、トイメン嫌なの？トイメンいいか。これはトイメンの現物ですよね。いやー、下茶さんどうですか？ここはドラを持ってきた。おう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 。ひなた。そう通してくれた。ピンズの伸びにかけるようですね。いい大丈夫。スーピン切っちゃってるんだよな。ツモ。おパピン。トイメン。これは強烈なツモ上がり。やられたか。レンチャンですよ。レンチャン。綺麗ね。もうちょっとでリャンペイコーだわ。リーズモピンフイーコー。これは高いよ。しかも結構離されちゃった。でもギャンブルタクは逆転のチャンスいっぱいあります。日本馬ドラはハク、プレイヤーはなんちゃです。ここからどのような手になるのか注目ですよね。果たしてこの曲を制することができるのでしょうか。ある程度ひなた乗っている。方針が定まってきましたよね。ハク来ない限りが。自然に行きたい。場は膠着状態。止めには行かない。あーっとここで仕掛けていく。ひなたこれでリアンシャン点です。困った。ここから何を引いてくるか注目ですよね。下茶早くも2風呂目。ハクがすごい切りにくい場になってしまった。ここはドラを持ってきた。ハク誰か切ってみて。あの人にハクを。誰が切るの。私私かい。少し場が落ち着き。さあこの牌はここも我慢。いけねえ。怖っ。ここは一歩後退。おーい出た。下茶これは思わぬ失点。リーチ一発。レンチャンですよ。あでもこれはうん大丈夫大丈夫。ザンキュー、ザンキュー。第3曲3本場ドラマペイ。いってこい。プレイヤーはなんちゃです。現在のトップはトイメンです。よくない。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。3点だけど。ひなた早く乗ってるな。いきなり仕掛けていった。これは先ほど切った牌。ひなたポン。トイメン
早くも2風呂目。なんてこったパンダこった。何それ、何それ、もう切ってみると怖い。ここはスルー。もうこれリーチじゃない、もうリーチじゃない、もうこれもう行こう。リーのみでさ、こんな追いかけることさ、人生でないよ。もう本当にない。レアケース。下茶、プレイヤーのリーチに対応。ああ、もう。これはアホやわ。大きなロンの声。まあ、うまく打たれてしまいました。役役。本日、あ、ドラドラ、パネバン。インパチダメじゃない、私。飛んじゃったすいません。飛びました、飛びました。さあ、というわけで、今回は、3着、ラス。ありがとうございます。しかも、弾も持ってかれて、弾は奪われるわ。MJ チップは大量に、いっちゃうし、これ、ポイントも減るし、結構これ痛い結果じゃない？弾はいいとして。これが64も減るんだ。わー痛い。これかなり切ない結果の7戦目になりましたね。さあ、というわけで7回目は調子乗ってペンチーピンが成敗される結果になりました。あんなさ、ポンポンされるかね。しかしで、ポイントも減っちゃったから、かなりちょっと上が見えにくい。最後はトップ取らないとなんかの賞に絡むのも厳しくなっちゃいましたね。いやー、でもすごい、あんな前向きなリーチ打ったの久々でちょっと興奮しました楽しかったです。さあ、最後までご視聴ありがとうございました。今回はこのギャンブル卓初のラストということで悔しい結果になりましたけれども、最後8回目があるんでね、終わり良ければうんちゃらかんちゃら目指して頑張りたいと思います。では皆さん、またお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。